倉橋家は、安倍氏土見門家所流の同場家。価格は、繁華。慶長十七年、安倍の生命の末裔である、恩苗刀、土見門久し治,治の次男大吉が分家して、倉橋を称したのに始まる。倉橋とは、遠祖、安倍倉橋マロの名にちなんだと言われている。初代民部、京太吉以降、代々恩苗堂を行とし、江戸時代の国高は百五十国であったが、従大当主の、 自武携帯里市で明治に至り、家族に劣して、体験が、死者区に助せられた。1920年12月、安政の後継が未成年の娘の三子のみとなった、ため借位を返上した。安政のいとこにあたる安高は借位を継がなかったが、その子孫が、婿養子用相続を経てはいるが、倉橋家として現存している。家紋は、土見かどに習い、揚げ派町、菩提寺は、新女堂。 江戸時代の居所は、堺町御門外とした。なお、安倍の生命の断経血脈は、宇田源氏屋屋の工人への子で、倉橋家の養子となった、遊儀の代で断絶している。倉橋家の元当主、倉橋純信は、戦国時代の安倍市着流当主、土見かというおさむから数えて四回除系を経た十四代目の子孫にあたる。最後の死者、倉橋康政の写真。 倉橋康史吉十二。倉橋康史某十四位した。倉橋康貞十二。倉橋康明十二。倉橋康隆十三位。倉橋秀久十五位した。倉橋雄義十三位。倉橋大栄、一星二。倉橋康幸星二。倉二。倉橋康史悟司星三位。倉橋康史賢十三位。死者倉橋康清死者ク。倉橋康正死者 倉橋安高倉橋信忠倉橋純真、後土御門安信養子となり土御門家を継ぐ判例。一実践は実、実施、転戦は養子、二系図の出典元は、ライクスアーカイブ世界帝王辞典倉橋家。大吉の実孫、養子相続、高倉坂屋氏の子。綾野孝治春秋の子。大験の実定。養子となり就職。松平常三郎の子。安高次女。 豊子婿、国立歴史民俗博物館の、休校給料取り調べ帳データベースより算出した、幕末期の倉橋家寮は、以下の通り、ハッ後、オ谷勝之助と結婚、段系をたどると、藤原北家三条家現在の倉橋家の安倍氏、月脈、安倍の生命、マイナス十八代土見かと言うおさむ、加重寺春と吉津、傍城と島佐、加重寺常弘京隆史。 インタカシアタゴ通関室、倉橋遊戯室マイナス4台トヨ純順心、照之団形をたどると、倉橋信忠は、松平常三郎のこのため松平氏に生き至る、平成新宗休家族家系体制上官、554ページ、ライクサーカイブ世界帝王辞典倉橋家、ライクサーカイブ世界帝王辞典倉橋家、ありがとうございます。